ベラレーメは、ドイツ出身の修道女教育者。日本で、大正末期から昭和中期にかけて、北海道札幌市でドイツ語の私塾を開くことをはじめ、札幌市の富士高等女学校の創設に尽力し、軍国化が進み困難な社会情勢の中で、女子教育に尽力した。戦後は、富士女子短期大学及び、富士女子大学の設立などの実績により、 女子総合教育の場の設立に貢献した。草べらの名は、修道名であり、出生名は、カタリナ・レーメドイツのニーダーザク選手、オスナブリュック・ウン・オスター・カッペルン出身。1889年、ドイツのオスター・カッペルンで、農場を経営する家庭に誕生した。男8人、女7人の15人兄弟姉妹の抜子であった。くしくもこの1889年は、 後に、草べらが骨を埋めることになる日本で、大日本帝国憲法が交付された年であった。草べらが一切に満たないうちに、父が死去したが、すでに成人していた兄たちが母を支えて、草べらは幸福な少女時代を送った。村の中央には教会があり、草べらは幼少時からキリスト教と接し育った。ある年のクリスマスを迎え、母から、 欲しいプレゼントを神様宛ての手紙に書きなさいと言われ、草べらは思いつき限りたくさんの品物を書いた。すると母にたくさん書いた手紙は神様が箱の底に入れてしまい読めません。本当に必要なものだけが必ず読んでもらいますと言われ、草べらは欲張りな心を反省し、品物を一つに書き直した。後年に草べらはこの逸話を富士学園で好んで話した。 草べらの精神はこうして母によって培われたとも見られている。1895年に小学校に入学した。小学校時代は特に理科と数学を得意した。高学年時代には教員の代わりに教団に立つことすらあった。草べらは8年間の義務教育と2年間の語学教育を経て、1906年にオスナブリックのウルズリーネ高等師範学校へ。 進学し、寄宿舎生活を送った。この学校の経営は、修道会であるフランシスコ会であり、草べらは修道会の人々と触れ合ううちに、修道所として一生を送ろうと考えた。後年には、多くの人々から修道所を目指すきっかけについて問われたが、草べら自身は大きなきっかけはなく、自然とそうした気持ちになったと語っている。 草べらの母もまた信仰深い人物であったが、草べらは自分が生涯を神に捧げる修道所になると知れば、母は衝撃を受けると考え、すぐに打ち明けることはできず、16歳となってから母に打ち明けた。母はやはり驚いて涙を流したが、草べらの固い決意を知り、その進路を認めた。1907年、草べらは18歳になり、フランシスコ会に入会した。 面接において草べらは、病院と教育機関の二つの仕事のどちらを希望するかを聞かれ、小学生時代より教員の夢を抱いていたことから、迷うことなく、教育に一生を捧げると答えた。フランシスコ会は、世界各地での社会事業と教育事業に大きく力を注いでいたことから、草べらもまた、教育の道を選んだ時から、ドイツ国外で活動したいと考えていた。 やがて、後の日本の札幌教区司教であるベンセスラウス、キノルドから北海道に女学校を開きたい、カトリックの修道場を迎えたいとの連絡が届いた。草べらは以前から書物で日本のことを知り、極東の小さな島国に秘められた大きな可能性、つつましく優しい女性たちに密かな期待を抱いていたことから、真っ先に日本行きを名乗り出た。 草べらが24歳の時であった。1914年、草べらたちを乗せた船が、イタリアのナポリー港から日本へ立った。ドイツから日本への船旅による旅程は、昭和期に開通する空路と異なり、移動には2ヶ月間を要した。しかし同年に第一次世界大戦が勃発した。船の次の寄港地が、大戦国のイギリス領であったため、 船はスエズ運河で6週間もり往生した挙句、イタリアへ引き返すことを強いられた。草べらはやむなくドイツに戻り、フランシスコ会の看護学校へ入学した。戦中の要請として、外国語を話せる者に看護学を学ばせることが国策となり、草べらは英語とフランス語を話せたためである。この時に習得した看護学と衛生学の知識が日本へ渡った後、 第二次世界大戦の苦境の中、草べらを救うことになった。1918年に第一次大戦が終結した。その2年後の1920年、キノルド司教から再び修道所として日本へ招かれたことで、ついに草べら念願の日本への出発の日が来た。草べらの母は涙を見せつつも、気丈に草べらを送り出した。これが、 母との根性の別れとなり、母は草べらと再会することなく、8年後に死去した。1920年に訪日した3人の修道所。中央が草べら霊名、向かって右が富士高等女学校初代校長のヨハンナ・サロモン・ベルヒマンス。左の修道所は学校創設に関与していない。約2ヶ月の後悔の末、草べらは、 日本の横浜港に到着し、鉄道で北海道に到着した。北海道はその気候や、牧場の新鮮な乳製品が豊富なことなど、恐竜のオスターカッペルンとよく似た環境の土地であり、異国を訪れたばかりの草べらを安心させた。草べらたちは、札幌で大学生たち相手のドイツ語の私塾を開く一方で、日本語や日本の風俗、歴史、習慣を学ぶなど、 開校の準備に明け暮れた。しかしクサベラは、訪日から早々に、大きな危機に見舞われた。第一次大戦でのドイツ敗戦により、インフレの影響で、ドイツマルクが大暴落したのである。これにより、郷里から持参した、学校創設資金や、生活資金は、芝叩く間に、紙くず同然と化してしまった。冬服の購入資金が送金されてきても、 その金で購入できたものは、靴紐立った一本というありさまであった。自分の生活を耐え忍ぶことはできても、本来の目的である、学校創設の目途が立たないことは、どうともしがたかった。フランシスコ会の本部からは、学校創設の目途が立たないなら、帰国するようにとの通達があったが、草べらを含む、修道所たちは、自力で資金集めを開始した。 カトリック関係者に毎日多数の寄付依頼の手紙を書き、その数は5000通から6000通にも達した。自分たちの食事も各教会で製造されているパンを分けてもらい、復職も可能な限り節約するなどして生活をギリギリにまで切り詰めた。札幌の人々との交流も次第に深まり、彼らの存在も草べらたちの励みとなった。 1925年開校当時の富士高等女学校校舎草べらたちの努力のかいあって1925年札幌富士高等女学校が開校したキリスト教主義の高等女学校としては北海道で最初の学校である当の名は学校のある札幌の北26条西2丁目付近が当時富士の花が多く咲いていたために富士公園の名で呼ばれ しなやかで、折れにくい藤のつる、花弁を低く垂れる藤の姿が、草べらたちには謙虚の象徴に見えたことからの命名である。草べらと共に訪日した、修道女であるヨハンナサロモンベルヒマンスが校長を務め、草べらは副校長に就任した。その約一ヶ月後、ヨハンナが三十七歳で病死したことから、草べらは開校からわずか一ヶ月にして、二代目校長に、 就任した。ヨハンナは生徒たちには入学試験で顔を見せたのみで、実質的には草べらが創設初代校長とも言える。草べらにとっては重責であったが、1927年8月に豊富な教員経験を持つ牧野菊が富士高等女学校の教員として赴任し、草べらの大きな助力になった。牧野が草べらから進行を学ぶ一方で、 マキノは草べらに日本語や日本人の習慣などを教え、いわばドイツ人と日本人との架け橋となった。1932年の火災で反殖した札幌富士高等女学校校舎1932年2月、富士高等女学校が火災に遭い、校舎は焼け落ちてしまった。この時には建物から避難する草べらが服装を整えた姿であったため、 一時は放火の疑いがかけられ、後に草べらは当時のことを言葉づくなに語っている。この火災により、新学期に向けて買い入れた教材、すべて灰になってしまい、草べらは唇を噛んでしばし立ち尽くした。ドイツから送られたピアノも灰となった。この火災は日本での早々期の草べらにとって、ドイツマルクの暴落、同志、ヨハンナの死に次ぐ第3の試練と言えた。 しかし、生徒たちが焼け残った机や椅子を運ぶ姿を見て、草べらのひるむ心は無知を打たれた。火災から3日後、卒業生たちが小遣いを持ち寄り、代表の2人が再建資金として草べらに届けに来た。資金の包みには、ただ2文字、真心とのみ書かれていた。草べらは涙をこらえて、それを受け取った。昭和10年代に入り、日本は、 次第に軍国家の色を帯び始めた。教育機関においてもそれは例外ではなく、日本国外のものは白い目で見られ、国外の教員はスパイ疑惑をかけられるほどであった。当時の日本の同盟国であるドイツ出身の草べらもまた同様であった。後年に草べらが当時のことを話す時には言葉づくなであり、当時の草べらがいかに白眼視されていたかが伺える。 第二次世界大戦中の1940年、ついに日本国外出身の校長を一切認めないとの方針が定められた。これにより草べらは校長を退任して一教員とならざるを得なかった。退任決定は1月であり、2ヶ月後の3月には卒業式が控えていたため、草べらたちは卒業式を済ませてから退任と考えていた。しかし役所からの催促により、 草べらは2月に退任を強いられた。このために草べらたちは草べらの名の印刷された卒業証書をすべて修正する作業に傍殺された。生徒たちは草べらが病気でもないのに校長を退任しなければならないことに驚き、そのことを非常に疑問に思った。草べらは生徒たちに何も告げることができず、涙を絶えることが精一杯だった。 札幌市内の校長会でも校長交代にあたって皆が真の理由を知っていながらそれに触れることはできず当時草べらはまだ51歳にもかかわらず校長会長が草べらさんはそろそろ老人になられるのでと苦しげに理由を述べた草べらの公認の巻の菊戦時中のため修道服ではなく標準服姿である草べらは校長を退任後 英語の教員として務めた。慣れ親しんだ校長室からも離れ、校内では小さな応接室で過ごした。しかし、国からの圧力はなおも強さを増し、英語が敵国語として禁止された。日独意三国同盟が結ばれていたことから、草べらはドイツ語の教員になることを申し出、許可を得た。しかし間もなく、そのドイツ語までが禁止され、 一切の外国語の教育すら認められなくなるに至った。その時草べらが思いついたことは最初の法日が阻まれた際にドイツで学んだ看護学と衛生学であった。草べらは空襲に備えて救急手当の方法を教えたいと申し出て再び教団に立つことができた。こうして教科を転々としながらも草べらは文句も言わず、 中央書入りや本国への強制送還に合わないことをありがたがり、きっと父兄たちがかばってくださっているのでしょうと感謝していた。この時期は富士学園最大の苦悩とも言える時期であったが、草べらや草べらの後を継いで校長に就任した牧野菊の尽力により、校舎の一部を被服の軍事工場にしての勤務奉仕、生徒を受納など勤労動員に借り出しての協力により、 この時代を乗り越えることができた。敗戦後も、札幌市内の休館地で、農作物を栽培するなどして食力難をしのぎ、生徒たちを養うことができた。第二次大戦の終戦後、草べらたちは、新たな平和の国として立ち直ろうとする日本において、教育こそがその精神の支柱を作ると考え、富士高等女学校の創立の理念を活かして、 立派な家庭婦人を育むことに取り組み始めた。まず、北海道うちの最初の女子高等教育機関として、1950年に富士女子短期大学が誕生した。さらに、富士女子中学校、高等学校も設立され、1951年には草べらがその理事長に就任した。1953年、旭川市で富士学園旭川高等学校が開校した。 これは戦後の旭川市で女学校が不足しており、かつ語学教育の充実が必要とされたことでの旭川市からの希望によるものである。草べらはその初代校長として住み慣れた札幌を離れ旭川に移り住んだ。当時の旭川の校舎は古い弊社を借りたものであり、ガラス窓は割れ放題、剥がれた天井板に雲の巣が下がり、床には 泥やホコリが溜まり、夜間の照明は裸電球のみで、風雪が吹き込み、雨が降れば、バケツやたらいの行列ができ、玄関の戸には、鍵もなくつっかい棒で閉めるのみの、物騒極まりない建物であった。しかし草べらは、荒れ放題のこの建物に何ら不平不満を言うことなく、十分です。ありがたく思っておりますと、自ら先陣を切って毎日、吹き掃除をした。 無言で掃除をする草べらに、他の教員や生徒たちも続いて、掃除をすることになった。資金調達のため、古い切手を売って、金に変えた。食費も極力切り詰めたため、草べらたちは何度も空腹で倒れそうになるほどだった。寒さのために貧血で倒れたこともあった。開校時こそ、苦労を重ねたものの、この旭川での生活はむしろ充実していたようで、草べらは後年。 朝日川での生活を楽しげに語っている。当時の教員たちのことも草べらはいい人ばかりと語っており、教員たちの家族たちとも交友していた。多くの苦労話のことも札幌開港のことを思えば苦労というほどでない苦労もあったけれど、それは皆物質的なものだったからと語っている。北海道内での富士学園の発展は、 この朝日川の他にも北見市に高校と中学を設けるなど地域的な広がりを見せた。1960年ドイツでのフランシスコ会の総長選挙に草べらが日本代表として選ばれたことで草べら飽きせずして約40年ぶりの帰郷が実現した。草べらは富士学園の生徒たちからたくさんの日本土産を託され同1960年4月に ドイツへ帰郷した。母や多くの兄、姉たちは個人であったが、姉二人が健在であり、兄嫁や、老いやさらにその子供たちも含め、一族は大変な人数に膨れ上がっていた。歓迎会の場所が狭いために、小さな子供は参加しなかったものの、老いと、名だけで、約100人にも上る、多くの親族の歓迎を受けた。親類や知人たち皆から、このまま、 ドイツにいて、もう、日本へ帰らないでと言われたものの、草べらは、私の帰るべき場所は北海道しかありませんと返した。このドイツ滞在中に、テレビにも出演し、ドイツに泊まりますかと問われ、ドイツに、私の仕事はありませんと断った。富士女子高等学校の元校長である、前田光子はこの時草べらに同行しており、前田によれば、 普段はうつむき加減に静かに話す草べらが、きっぱりと日本の土になると顔を上げて言い切ったという。約3ヶ月間のドイツ滞在後、草べらは日本へ帰った。前田光子は旭川に到着して、ほっとした草べらの様子を帰るべき場所に帰ったという表情に感じ、真に日本を愛している様子が伝わったという。なおこの12年後、二人の姉も死去した。 その後も草べらは、帰郷を進められることがあり、再度の帰郷のために資金を集める卒業生たちもいた。しかし草べらは、会いたい家族は皆、天国へ行きました。天国でゆっくり会えます。私も年ですし、と返し、1920年の法日から60年以上の生涯において、この1960年が唯一の帰郷となった。 1968年、草べらは高齢を理由とし、旭川高等学校の校長職を退任した。草べらの退任を惜しむ声はやがて町の声となり、旭川市は草べらの労をねぎらうために市民感謝祭を開催した。生徒や卒業生たちの手により、草べらには九州旅行が送られた。この旅行中に草べらは、道子皇太子妃に会うことができ、皇太子妃から、 長い間、ご苦労様でしたとの言葉をかけられ、交代し日自ら庭から切ったバラの花を受け取った。草べらにとってこれは、生涯忘れられない思い出となった。草べらは、旭川富士学園を退職後も、教員として、旭川に泊まっていたが、旭川は、陶器の厳しい寒気が体に触るとの周囲の配慮から、1971年に、札幌のマリア院に移った。 その後も朝5時に起床し、聖堂での祈りと食事の後、人々に英語やドイツ語を教えるなど多忙な寄せを送った。同1971年、女子教育への尽力の評価により、北海道開発功労賞を受賞した。この時草べらは、ひたすら日本のため、北海道のために祈り続けるばかりでございます。北海道のお土になることでご恩返しをしたいと。 存じますと挨拶を述べた。謙虚な姿勢のこの挨拶には多くの関係者が感類に無線だ。1973年、富士学園旭川高等学校の創立20周年記念式典として同校に草べらの胸像が建造された。1980年、西ドイツ政府から草べらへ異国である日本で、 祈りの人としての生涯を捧げたねぎらいと感謝の証として、西ドイツ第一級功労十字勲章が贈られた。1982年9月25日、草べらは聖堂で転倒して、左手首の骨にひびが入った。この負傷のために生活上の不自由を強いられ、精神的な打撃になったようだが、その時は割合に元気な様子であった。しかし、 満九十三歳の誕生日の二日後である同1982年9月29日、夕食の頃より体調が悪化した。翌9月30日、朝の祈りの頃に痙攣を起こし、重篤な状態に陥った。医師の往診もあって一時は回復し、周囲も安心した。しかし10月5日正午に、札幌マリア院で、教会道からの鐘の音を合図のように、 急性肺炎により、満九十三歳で死去した。同日の死去の間際に、草べらは病床において、上ごとのように、グーてグーてアルグーてアレスエゼアグーてと、何度もつぶやいていた。これは日本語に訳すと、良い、良い、すべて良い、非常に良いとなる。このことから、富士女子大学及び、富士女子短期大学の元学長である、山下二枝は、草べらは、 臨終の時において93年間の生涯すべてを思い出し、長年の苦しみを乗り越えてすべて良くなるという心境に至ったのだろうと語っている。艶と葬儀ミさは札幌マリア院で行われ、参列者の数は約2000人に上った。草べらは死去の直前、満93歳の誕生日の前に書かれたと見られる以下のメモ書きを残しており、この言葉は、 葬儀ミサの参列者たちに記念カードとして配布された。私をこれ以上止めないでください主は、私の旅路に恵みをくださいました。おの身元に行かせてください私は、今皆さんから離れますしかし心はいつまでも結ばれています。私を忘れないでください私のために祈ってください。私も皆さんのために祈ります。草べられ銘、あ東まのぶ祈りの日々。 東 1983P59 より引用生前に日本の土になる、北海道の土になると語った医師の通り、草べらの墓碑は札幌市中央区縁山のカトリック墓地に混流された。草べらに次いで、牧野菊も1996年に死去し、その5年後の2001年、富士女子大学に学生食堂、草べらホールとヘレナホールが築造された。 同大学生たちの学生生活を援助するための施設であり、食事の他にも、自習や談話など、多目的に用いられている。2019年、富士女子中学校、高等学校の創立100周年記念事業として、成績優秀な受験生に返済義務のない、奨学金を給付する、草べら冷め記念小学生特別選考を実施する、ことが発表された。 北海道開発功労省受賞当時には、草べらは美しい日本語、丁寧なお辞儀、徹底した良妻健保育成の女子教育館により、多くの人々から日本人以上に日本的な方と言われていた。特に流暢な日本語には定評があり、その発音は男性で美しく、上品で拡張の高いものであった。ドイツ語よりも日本語の方が上手とも言われた。 唯一、北海道を、北海道と発音するなど、即音の発音のみは、時折微妙な変化がある程度であった。訓四等奉官賞の受賞について語る時も必ず、日本国天皇より贈られたと前置きをつけて、姿勢を正した。学校法人北西学園の元理事長である、時藤正夫によれば、自身の楽しみは、一切持たずに、 孔子の心を貫いた人物であった。学校に小遣いとして勤務していた老人が病床に着いた際に草べらが何か美味の食べ物を他からもらうと自分は食べずにその老人の見舞いに送ったという話もある。元カトリック北海道教区長の富澤隆彦は草べらを親切のゴンゲのような方と呼んだ。旭川に高校を新設した時には 高齢にもかかわらず自ら現地へ足を運ぶほどの熱心さであったが、そのように教育には厳しい反面、人に対しては入話に接していた。教えごとの交流は実家の母と嫁いだ娘のような関係とも言われた。何度も拘束を犯す生徒のことが職員会議で話題に上がってももう一度試してみましょうね、と何度もかばった。退学を強いられる生徒がいれば、 泣きながら何日間も聖堂で祈り続けた。学生たちはもちろんのこと、卒業生たちにも自母のように慕われた。ドイツへの帰郷時には卒業生たち80人以上が送別会を開催し、1970年には卒業生たちによる来道50年記念感謝の会が開催され、北海道開発功労賞の受賞式では草べらは懇親会に出席せず、 朝日川で祝いの会があるのでと早々に帰ったというエピソードも教え子たちとの親密さを物語っている。朝日川を去って札幌に移り住んだ際には草べらを慕う教え子たちが数台の自家用車で草べらの乗る列車を札幌まで追って走ったという話も知られている。北海道教育大学名誉教授である郷坂直之によれば郷坂の友人の子が富士学園を トップの成績で卒業し、草べらからぜひ採用したいとの話があり、高坂がそれを受けたものの、すでに先方では大企業での就職が内定していた。謝罪する高坂に対し、草べらは笑みを浮かべながら彼の牢をねぎらった。また、旭川富士高校の講師を務めていた高坂が、別の仕事のために、年度途中で退職を強いられた時も、草べらは自分の迷惑を顧みずに、高坂に、 励ましの言葉をかけた。このように、どんなことでも善意に受け取る人間であった。牧野菊は、かつて修道所になると決心した際、家族がそれを知れば、心を煩わすと考え、教員になるとだけ家族に伝え、草べらにも修道院入りを内密にするよう依頼していた。しかし牧野が家族と共に、草べらの元を訪れた時、草べらは、 牧野さんが修道院に入られますことは嬉しいことです、と挨拶した。このことから、牧野は草べらを人をごまかすことなど到底できない人物だと知ったという。北海道新聞文化賞受賞時には、富士学園が北海道の文化のために寄与したことは、草べらの高い徳と努力の欠実、世に現れることを求めず、無言の努力を続けてきた草べらの功績は、 意外と評価された。また草べらは、富士学園を成長させるとともに、幼児教育の重要さにも着目し、北海道内各地に幼稚園を設置しており、北海道内における幼児教育の先導的役割を果たした点においても、評価され、北海道女子教育のパイオニアと呼ぶ声もあった。郷土市屋である村上久義も、富士学園に築かれた興風は、草べらの神への信仰。 その信仰より現れる、恩情、熱意、高潔な人格、優れた、狂気力によるものと評価している。旭川女子中高等学校教頭の菱木実るも、また、富士学園の基礎が、普遍になったのは偉大な地獄、偉大な教育者である草べらの尽力によるものと語り、旭川に富士学園が創設されたこともまた、草べらの信仰。 深い人柄と信念によるものと評価している。北海道建設専門学校の元校長である三浦北寺は草べらを偉大な教育家と評価し、あれだけ徹底した教育観、その根底にある人生観といったものは生まれ育たないのでなかろうかと語っている。元旭川市長の坂東を通るによれば、坂東は市会議員当時ある人物より、 子供が受験をするので頼んでもらえないかとの依頼で、思い足取りで草べらを尋ねた。草べらや嫌な顔一つせずに、坂東の話を聞いた後、差別や偏見や市場を持ち込まず、その子供に合った教育をすることが教育の原点と説いた。つまり、坂東の依頼は断られたわけだが、坂東は草べらの言葉に、既然さと優しさを感じ、 反感どころか異形の念を抱いたという。また、坂東の父である坂東光太郎もまた元旭川市長であり、草べらには教育者としての情熱、資料深さ、にじみ出る人徳に強く感動していたという。旭川市議会の元議員である高松出身によれば、草べらは旭川市に富士学園を誘致する際に苦労を重ねながらも死のご都合もございましょう。 よろしくお願いいたしますなどと頭を下げるばかりであった。製品にして、決して己を打ち出すことのない真摯な姿を感じ、頭を下げながらも臨然とした強い信仰と慈合に、溢れる姿を感じたという。草べらが、昭和初期に、日本からの圧力により、教員職を解かれ、看護学を教えていたことについて、北海道開発功労省受賞当時、富士学園同窓会である、 富士の未会の会長であった前期実りは、草べらの徳、看護学は寝たきりの病人に対する寝巻きの着せ替え、シーツの交換な包帯の巻き方など、非常に実際的なものであり、前、この道父が脳梗塞で倒れた時にも非常に役に立ったという、ありがとうございます。